On your mark. Set. Go. On your mark. Set. Go. はい、では全国の超くだらない検証動画が大好きな皆様、お待たせしました。はい、ということでね、本日はなんですけども、ちょっととある検証をしたいこと、僕が気になったことがあるんで、それを検証していこうかなっていうふうに思ってます。それがね、何かっていうと、走るのとスケボーのプッシュ、どっちが速いのかっていう、ほんとどうでもいい予想できる人はできちゃうかもしれないんですけど、まあ、僕頭悪いんで、なんか純粋にどっちが速いんだろうみたいな風に思って、それちょっと検証していこうかなっていう風に思ってます。やり方としては、両方僕がやります。プッシュも、走るのも、まあ、人によってね、まあ、走るのが苦手な人とか、まあ、プッシュがめちゃめちゃ速い人とか、まあ、いると思うんで、実際これどっちが速いのかっていう、僕だったらどっちっていう感じになっちゃって、人によって変わってくるかもしれないんですけど今回そんな感じで、まあ、ぼっちですしね、僕は一緒にやってくれる友達いないんで、うん、キズフレンドナンバーワンさん一緒にやってくれるかなまあそういう感じでね、ちょっとまあ今日一人しかいないっていうのもあって、一人でこの検証やっていこうと思います。カメラはね、多分2台体制かな、 GoPro とこれで、それで1回全力で走るの撮って、その後全力でプッシュする動画撮って、それを後から合わせてどっちが速いのかっていう検証をやっていこうと思います。それじゃあ、どうでもいい本当にくだらない検証をやっていきます。On your mark. Set. Go. どう?めっちゃ久々に走った。スケボーの方はランニング&プッシュでいきます。 On your mark. Set. Go.超疲れた死ぬ、やば、GoPro 全力で撮ってきます。はい、ということでね、超くだらない検証やってきました。めちゃくちゃ久しぶりに走ったんでね、超疲れました。しかもね、僕もともと陸上やってたんですけど、長距離なんですよ。超っていうか中距離 800m とかその辺だったんで、あの短距離は厳しいですね。あんま速くないんですよ、短距離。めっちゃ疲れました。プッシュの方もね、結構
なんか思ったよりスケボー速かったです。僕走る方が速いだろうなと思ってたんですよ、僕の中では。でもちょっとこれは動画見て検証してみないと分かんないなっていう僕だけじゃ判断がつかなかったなっていう感じでしたね。まあ皆さんはもう検証結果ご存知だと思うんですけど、動画に入れてると思うんで、僕はまだちょっと知らなくて、どっちがあれか編集しながら楽しみたいと思いますどうでした、どっちが速かったですか僕としてはどっちが速くてもおーってなるんですけど、大体同じぐらいなのかな、同じぐらいっていうのが一番面白いですよね。でも実際多分街を走るんだったら僕走る方が速いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ路面にもよると思うんですよ。本当にいろんな路面を複合させるんであれば絶対走る方が柔軟なんでスケボーってやっぱ路面にかなり影響されるんで、綺麗だったらスケボーの方が速いと思うんですけど、綺麗じゃなかったら絶対走る方が速いんで、ただ疲労度はスケボーの方が少ないと思います。うん、もう足パンパンですからね、今走って影響で、先にスケボーにすればよかったみたいな、後からスケボーやったんで足パンパンな状態でスケボー全力プッシュみたいなそんな感じでしたまあでも大体ボルトが時速40キロで、マラソン選手が時速20キロでしたっけ、大体そのぐらいらしいんで、スケボーって多分どうなんだろう、全力プッシュ30キロぐらい出るのかな、中間ぐらいかなどのぐらい持つかっていうところですよね。 42.195 時速20キロで走り続けるってバケモンですからね、陸上選手はやばいですよね、その辺めっちゃ汗かいてきた。まあね、僕めっちゃ検証結果が楽しみなんで、それを楽しみに本日は帰ろうと思います。ということでね、本日の動画は以上になります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。